は目黒区の自律神経救世主腹町接骨院久松です。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みの方にお役に立つ情報を提供いたします。今回はですね、起立性調節障害という症状でお悩みの方に当院で行っている整体方法の第4弾 ABC 寝るだけ療法ということについて説明いたします。 ABC 寝るだけ療法とは何ぞやとおっしゃる方に説明いたします。 ABC 療法、特殊な整体器具、まあ特殊な枕と特殊な足用の枕なんですけど、それに寝ていただくことによって、それだけで体のバランスを揃えて、体の循環、リンパ液、血液の流れを改善して体を回復させるという治療法になります。 ABC 寝るだけ療法、 A はアキレス腱の A、 B はバランス、C はサビから頚椎ですね。頚椎とアキレス腱のバランスを取るよという、そういう治療法になります。どういったものか、まずですね、これが頭用の枕、この枕で寝ていただきます。そしてこれが足用の枕、この足用の枕も乗せるだけでいいです。そして頭の枕と足の枕の上で寝ているだけで体の循環が良くなり、体が回復するという、そういった特殊な治療法になります。この治療法もかなり特殊なもので、目黒区ではできるのは私だけです。もしこの ABC 寝るだけ療法に興味がある方は、もしくは起立性調節障害で悩んでいる方、もしくは病院で原因不明と言われた、もしくは自律神経の乱れが原因と言われた症状でお悩みの場合、当院のホームページをご覧になって、そして私の方にメールなり電話なり LINE でご連絡ください。必ずあなたの力になれるでしょう。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。